どうも、たつみんです。今回は恐怖、一生労働に縛られる副業5選を発表します。正直今日発表する副業をやり続けてしまうと高確率で悲しい未来が待っています。僕は現在ビジネス歴5年で1日1時間しか働かない生活を3年間続けていますが、それでも収入は右肩上がりで前年度は6000万円を突破しました。なのでぶっちゃけ働かずに稼ぐことに対してはかなり自信があります。だからこそ、もしあなたが今日発表する労働に一生縛られる5つの副業を極めてやるとやり続けてしまったらと思うとゾッとします。今日紹介するのは一生労働に縛られる副業5選ですが、動画の最後にはどう工夫すれば労働時間を減らせるのか、効率よく稼げるのかといういい意味でのずるい生き方も教えます。あなたは働いていて会社員だけど収入じゃ生活でいっぱいいっぱい、毎日会社と家の往復ばかりの人生にはもううんざりだ、貯金もたまらないから将来が不安すぎる、こう思った経験あるんじゃないですか。でもこうも思ってますよね。どんな副業がいいかわからない、失敗したくないから一歩踏み出せない、独立したら自由に生きたい、すごくわかります。実際僕も会社員時代 Twitter で稼いでる人を見つけては、どうやって稼いでるんだろう、これは本当に稼いでるのか、詐欺、自分にもできるのかな、そう思ってました。その辺のビジネスマンに相談し、おすすめされるがままに副業に取り組んだ結果、今日紹介する一生労働に縛られる副業の5つのうち2つを知らずにやっていました。そのせいでその後せっかく稼いで会社員を辞めて独立したのに、毎日12時間働く地獄のような毎日に。ただ実際に今日紹介する5つの副業を避け、正しい努力をすることで1日1時間労働で毎日売上通知が止まらない、旅行中に旅行代金を働かずに回収、朝起きたら10万円売り上げてるという夢のような生活になりました。僕がたくさんの失敗をしてきたからこそ、あなたには遠回りをしてほしくない、そう思ってこの動画を撮っています。ただこの動画を見て知識をつけないと、遠回りするだけでなく、もし独立できたとしても一生労働に縛られ夢見ていた自由が遠のく人生になるかもしれません。ですが今日紹介する5つの副業を避けて、正しい努力をするだけで毎日好きな時間に起きて自由気ままでストレスフリーな最高の人生を手に入れられる確率が爆発的にアップします。もしあなたがずっと副業に縛られる生活は嫌だ、さっさと老後2000万円問題を解決してお金の不安がない生活を手に入れたい、そう思っているなら今日も超有益な話が聞けます。特に5つ目をやるとほぼ 100% 自由にはなれません。しっかり頭に叩き込んでください。また今日話していること以外にも、1日1時間労働で勝手に売れるコンテンツ販売×自動化の有益な話をしてますので、ぜひチャンネル登録もしておいてください。では一生労働に縛られる副業1つ目はアルバイトです。これを聞いてあなたは、え、副収入を得ようと思ったらアルバイトが一番じゃないの、そう思いませんでしたか。実際全国20から50代の男女200人を対象にした街頭アンケートでは、社会人の3人に1人は会社の仕事が終わった後にアルバイト経験があるという回答が出ています。じゃあなぜアルバイトがダメなのか、ちょっと考えてみてほしいんですが、アルバイトってどういう仕事ですか。答えは時間を切り売りする仕事です。 100% あなたが働かないとお金が入ってきません。なので体を壊して休んだら1円も入ってこない。だから一生労働しないといけません。しかもあなたの1時間を800円とか1000円で提供するんですよ。あなたの1時間安すぎませんか。時間は過ぎたら1億円払っても取り戻せないのに、それを1000円で奪われる。もちろん僕もバンドマンの頃は何も考えずにフリーターしてたので、今考えるとかなりゾッとします。とある有名定食チェーン店のホールで3年間接客をしていたんですが、お客様のいるホールは涼しいのに、キッチンに行くと45度の灼熱地獄、そこを行ったり来たりするので体調も変になったりして、マジでいいことなかったです。もっと言っておくと、副業ってもうこういうことじゃないんですよ。副業というのはそういった雇われてもらえる給与所得ではなく、自分のスキル知識を使って仕事をし、その対価として得られる事業所得じゃないと意味がないんですね。しかもアルバイトは会社員と同じで、自分で税金をコントロールしたりすることもできないので、国にお金を取られっぱなしです。トークスキルが身につくコールセンターやパソコンでデータ入力ができるようになる事務系アルバイトならまだいいですが、コンビニやスーパーでレジを打つとか、工場で流れ作業とかも、そういうのは時間をドブに捨ててることになるので、もうやめた方がいいです。もしアルバイトをするとしても、長期的な目線で目的を持ち、自分はこれをやるためにこの知識をつける、だからここでバイトをするという風に頭で考えて選ぶようにしてください。間違っても会社員しながらバイトすれば、いつかお金が貯まって自由な生活になるとか思わないでくださいね。もし会社終わってから4時間時給1000円で働く日々を15日やっても月に6万円、一人暮らし
しだったら全額家賃に持っていかれますからね。あとたまに会社辞めてアルバイト生活自由気ままな生活だと言ってる人がいますが、本人が幸せなら何も言いませんが、時間の自由もお金の自由もないし、80歳90歳になっても働き続けないといけない未来が待ってるので、早く気づいてほしいですね。では次、一生労働に縛られる副業2つ目はクラウドソーシングです。有名なサービスだとここならクラウドワークスなどがありますね。そもそもクラウドソーシングって何って思いませんでしたか？クラウドソーシングというのは、企業や資金力のある個人がホームページ作ってとか、ブログ記事書いてとか、ちょっと事務作業お願いとか、イラスト書いてみたいなのをフリーランスまたは副業をしたいスキルを持った会社員に仕事をお願いするサービスです。こうやって聞くといいサービスじゃんとなるかもしれませんが、結構闇が深いです。なぜ労働に一生縛られるのかというと、仕事を請け負う側の報酬が尋常じゃなく安いんです。例えばイラスト1枚の相場が一般的に5000円から2万円、納期が1、2週間だとしましょう。クラウドソーシングだと1000円から3000円、納期3日とかが多いです。時給換算するとめちゃくちゃ低い上に納期も短いので、一生懸命こなさないといけない。この場合月に2000円でイラストを10枚描いてやっと2万円です。もし個人で受注して2万円で10枚描いてたら20万円稼げたのに、クラウドソーシングで20万円稼ごうと思ったら100枚描かないといけませんよね。普通に考えて過労で死にます。しかもこういう低単価での仕事をお願いする側って、資金力に余裕がないイコール心に余裕がない状態なことが多いので、クレーマーになりやすかったり、何度もやり直しさせられることも多いんですね。時間も心も削られるし、もう時給が低いから一生労働に縛られるので、もおすすめしません。じゃあどうやったら単価の高い仕事を受けられるのってなりませんでした？これ実はまだまだやってない人がいるので解説しますね。個人が高単価な仕事をゲットする方法は、結論 SNS で自分の仕事を発信するです。例えばイラストレーターさんやデザイナーさんなら、今まで自分が作ってきた作品やサイトをポートフォリオと言って、仕事の実績と自己紹介ができるページを作り、それを SNS のトップに貼っておく。そして案件を取りたいなら、企業や個人のニーズがある方にアプローチしないといけないので、実際にイラストはこういうのが描けますよとか、こういう動きのあるサイトが作れますよと投稿します。で、自分のことを知ってもらわないといけないので、 Twitter の検索欄にイラスト欲しいとか、サイト作りたいとか、ニーズがある人が検索しそうなワードを入れます。そしてリサーチしていいねをしたりコメントしたりして認知してもらい、自分のアカウントに飛んできてもらうと。そこで依頼したいと思ってもらったら、問い合わせフォームや DM をいただいて契約成立となるわけですね。そうやってしっかりと依頼してくださる方は、相場以上の価格でもあなたに依頼したいと思ってもらえる状態になっていれば発注してくれます。なのでウェブサイトとかもクラウドソーシングなら2万円とか5万円で作らないといけなかったのに、 SNS から受注したら30万円でお願いしてもらいましたとか柄にあるんですね。今の時代、特に個人の時代と言われているので、企業が個人に仕事を依頼したりというのがすでに流行っていて、これからはさらに当たり前になってきます。だから発信力を持っておくのは大事なんですね。もしクラウドソーシングをやろうと思っているなら、これで食べていこうではなく、自分で案件獲得するまでの経験値としてやろうと目的意識を持ってやりましょう。では次、一生労働に縛られる副業3つ目はネットワークビジネスです。これ僕も3社ぐらいやってみたんですが、もう何があっても一生やらないと誓いました。よく権利収入をゲットしようとか、そういう誘い文句で勧誘されたりしませんか？もうあれ嘘です。もちろん経験するのが無駄だとかそういうことは言いませんが、現実的に言って永遠に労働収入です。理由は3つあります。1つ、メンバーがすぐに辞めていく。2つ、自分で勧誘したメンバーは自分でサポートしないといけない。3つ、組織ができても権利収入はビビたるものである。ネットワークビジネスってビジネスモデルとしては、継続で報酬が入ってくるアフィリエイトという感じです。会社の商品を買う代わりに売ってそのパーセンテージをいただくというものになってます。なので月額会員のメンバーを増やせば増やすほど権利収入が増えますよという謳い文句で勧誘をするビジネスモデルです。1のメンバーがすぐに辞めていくですが、商品が良ければ継続するだろうと思うじゃないですか。でも問題があって、基本的に会員を勧誘するときって商品がいいのはもう大前提で、あなたも稼いでタワマン住みましょうよみたいな稼ぎましょうメインの勧誘をするんですよね。なので基本稼げなかった人がどうするかというと辞めますよね。そして2の勧誘したメンバーをサポートしないといけない。これが一番労働収入になる理由です。ネットワークビジネスで稼いでる人って寝てても稼げると思いきや、全国に自分の組織のメンバーが増えていけばいくほどサポートが大変になります。まずはよく喫茶店とかファミレスで勧誘してるのを見ますよね。あれは ABC という勧誘の仕方で、 A さんがあなたアドバイザーと言って、稼いでますよすごいですよの立ち位置の人ですね。 B さんが自分のメンバーブリッジと言って、お客さんと A さん
さん、あなたをつなぐ役割です。この人すごいんですよ、この人のおかげで人生変わり始めてますと新メンバーを連れてくる人ですね。 C さんが勧誘されるカスタマーです。お客様という意味ですね。組織が増えるとこの A さんをお願いされることが山のように増えます。毎日朝から晩まで人に会い続けるんですね。これ労働ですよね。自由ゼロですよね。しかも組織が大きくなるとしましょう。例えばあなたが東京に住んでいて自分の組織でたくさん営業して組織を持つリーダー格のメンバーが育ちました。でも福岡、広島、兵庫、大阪、福井、神奈川、青森、北海道といろんなところにリーダーがいたら、あなたは毎月全国を回ってセミナーをして、うわこの人が〇〇さんの上の人なのかとすごい人アピールをして自分のメンバーのメンツを保たないといけません。これも労働収入だと思いませんか？ちょっと稼げるようになっても、もう労働が増えてめちゃくちゃ稼げるようになっても労働をし続ける。これがネットワークビジネスです。僕が住んでるマンションにも何人かネットワークビジネスのトップらしき人がいますが、毎週家にたくさんの人を呼んでるのも見ますし、よく出張に行ってるのを見かけるので一生労働の奴隷です。僕は絶対にやりません。過去に3社やったと言いましたが、最大で50名ほどの組織を作った結果、営業をした時の報酬で10万円、継続報酬はたったの8500円でした。バカらしくなりましたね。なのでもう僕は絶対にやりません。一生労働に縛られる副業、4つ目は物販背取りビジネスです。物販ビジネス、特に背取りビジネスというのは主にセールになっている安めの商品を仕入れ、定価や相場で販売、その利幅で稼ぐという初心者の方が一番やりやすいであろうビジネスモデルです。ただメリットばかりではないのが現実です。100万円売上で利益10万円とかの世界でもあるので、仕入れをするためのクレジットカードの枠が少ないと全然稼げないんですね。もちろんブランド仕入れなど3万円で仕入れて8から10万円で売れるものもあるので一概には言えませんが、資金力やクレカの枠が鍵になってきます。そして労働量の面ですが、リサーチ、仕入れ、出品、梱包、発送と永遠に労働しないといけないので、途中からかなりきつくなってくるかと思います。プレイヤーとしてやるなら永遠に労働し続けることになります。あと結局稼ぎたいから数十万払って物販スクールに入った人って、物販やらずにそのスクールの営業マンになってることも多いんです。それはなぜかというと、そちらの方が効率よく稼げるからです。50万円のスクールを売ったら25万あげるよとか、そんな感じなので、物販するよりも利益率もいいんですね。なんだそれ、物販スクール入ったのに営業学ぶのかよ。そう思うかもしれませんが、実際業界はそんな感じになっています。今日は一生労働に縛られる副業ですが、この物販に関しては実は組織化することで労働時間を極限まで減らすことが可能です。具体的に言えば作業を外注するということです。家族や親友など信用している人にしかお願いしちゃいけませんが、リサーチと仕入れだけ自分でやって、その後の出品、梱包、発送までを何人か雇えば自動化できます。時給800円とか1個当たり何円とか利益の何パーセント渡すとかでやってもらえば、自分は仕入れに行くだけでバンバン稼げますからね。これならプライベートとの両立が可能なので、幸福度も高い生活ができるようになります。たださっきも言ったように、プレイヤーとして走り続けるなら一生労働の奴隷を覚悟した方がいいです。さて、一生労働に縛られる副業5つ目は YouTuber です。あなた今 YouTube やってるやんと思ったかもしれませんが、この YouTuber というのはいわゆるエンタメ系 YouTuber の方々のことを言います。そもそも YouTube の広告単価ってご存知ですか？ YouTube の規約上はっきりした数字はお伝えできませんが、だいたい100再生でうまい棒1本ほどと言われています。ということは100万再生いったとしても日給1万円のアルバイト10日分ほどなんですよね。やばくないですか？ただでさえ芸能人も入ってきても厳しいのに、毎日10分以上の動画を更新しているということは、企画を考えるのに1時間、撮影に1から3時間、編集に10時間、1本あたり15時間とか働いても最初の数ヶ月、いや長ければ1年は0円労働なわけですよ。だから広告だけで稼ごうとするのはやばいんです。一生労働の奴隷になります。ちなみに僕の知り合いで現在130万登録の超人気カップル YouTuber がいますが、やはりほぼ毎日企画を考え撮影しているので少ししんどそうでした。対して YouTube を使って自社商品を販売している人はどうでしょうか？週1回の動画投稿でなんと毎日100万円とか売り上げる方もいらっしゃるので、実際月に4本動画をアップするだけで3000万円儲けられたりする場合もあります。さすがにここまでの規模は難しくても、これを聞けばあなたも、あれ月100万ぐらいなら YouTube で稼げそうじゃねと思いませんか？このように広告単価で稼ぐのではなく、自社商品の宣伝や販売を YouTube を通してやっていくことによって大きな売り上げを少ない労働で生み出すことができますので、もし YouTube
YouTuber を目指していくならゲーム実況やエンタメ系よりもビジネス関連ですね、アパレルとか英語教室とかビジネスレクチャー系がおすすめです。実際僕の周りの友人で YouTube でビジネス系を発信してる人がいますが、2ヶ月間動画を一切投稿していないのに毎日10万円とか売り上げが勝手に出てるそうです。ネットワークビジネスやるよりよっぽど効率的だし権利収入と呼べますね。はい、ではここまでは一生労働に縛られる副業をお伝えしてきたわけですが、最後にじゃあ何をやればいいのという部分をお伝えします。労働から解放されるためにやるべき副業はコンテンツ販売×自動化です。僕はもう他の動画でもこれをお伝えしていますが、真面目にコンテンツ販売のビジネスの需要が高まり続けています。コロナ禍に入ってもう2年、家から出ない人が増えたから飲食店も昔より厳しくなっていて、 Uber Eats のようなサービスを活用しないと稼げなくなったわけです。つまり家から出ない生活、そして在宅ワーク自体に需要が高まっているということなんですね。なので在宅で稼げる副業を教えるコンテンツビジネス、在宅でできるダイエットを教えるコンテンツビジネスなどなど、家で学べて家でできるようなことを動画にしてパッケージ化し販売する、これをあなたにはお勧めします。そしてその販売すらも自分がやらなくてもいいようにする、それが僕が教えているコンテンツ販売×自動化です。なぜならネット上に自動で売れる仕組みを作っているからです。寝る前に15分ほどかけて Twitter の投稿予約をしたり Instagram の投稿予約をしているだけで、寝てても遊んでても勝手に5万円10万円と毎日利益が上がります。なので僕は労働に縛られることなく生活をしていますし、社員も雇っていないので人付き合いのストレスも全くないという状態です。そして僕の講座の受講生で30代の主婦の方がいらっしゃるんですが、家事も食洗機とお掃除ロボットとドラム式洗濯機に任せてて暇だからコンテンツビジネスをやり始めて、パソコンの触り方すらわからない状態から半年で毎日売上が5万円勝手に入ってくるようになりました。1日15分だけ SNS したり、週に1回 YouTube に投稿してるだけでです。ただこの主婦さんももともとはアルバイトをしたりネットワークビジネスをしてたので、毎日必死に働いたり勧誘して友達を失ったり、いろんな苦しい経験をしていました。だからこそそんなのもういいやという気持ちで必死に動いたそうです。もちろんコンテンツ販売で稼ぐのも楽なわけじゃないんですよね。楽に稼げるものってすぐにぶっ壊れますから、必死で仕組みを作ったから主婦さんもこの生活ができるようになっているんです。そしてこんな生活をあなたにもしてほしいからこうやって動画を撮っています。他にもこちらの寝てても稼げる方法という動画含め、僕のチャンネルではコンテンツビジネスで稼げるようになるための動画をどんどんアップしているので、ちゃんとしっかり全部見て行動すればそれだけでも稼げるようになります。あとぶっちゃけもうありがとうございますという声をいただけるから YouTube も続けていけます。本当に動画を見ていただいてもありがとうございます。僕が5年前に会社員をしながらビジネスを始めた時は、こうやって YouTube でノウハウを教えてくれる人もいませんでした。そんな情報弱者だったので、 Twitter で出会った1000万円稼ぐ18歳にコンサルで100万円騙されて、毎日パンの耳や閉店間際のスーパーで売られている半額の惣菜ばかり食べて必死で稼ごうと動きました。睡眠時間も3時間に減らして、毎日21時に帰ってから夜中の2時まで5時間副業に費やしました。そして4ヶ月ようやく月収100万円を達成して脱ラできました。ぶっちゃけ僕はかなり貧乏な思いをしたからこそ、こんな生活から脱出したいと思ってできることは何でもやってきました。さっき言いましたが、ネットワークビジネスも経験しましたし、全然稼げませんでした。正直今まで成功した数よりも失敗した数の方が多いです。でも失敗をたくさんしてきてよかったなと思います。こうやってあなたに正しい努力を伝えることができるし、ショートカットしてもらえるからです。何度もすみませんが、本当にここまで見ていただいてありがとうございます。動画を見ていただいたりコメントやいいねをしてくださる方のおかげで YouTube でも発信することができています。これからもがっつり知識やノウハウを共有していくので、ついてきてください。よろしくお願いします。では今日の復習です。一生労働に縛られる副業5選。1、アルバイト。これは時間の切り売りをしているだけになるから。2、クラウドソーシング。安価で自分の能力を搾取され時間の自由もなくなるから。3、ネットワークビジネス。勧誘できても一生メンバーのサポートに追われる生活が待っているから。4、物販せどり。基本的に自分が動かないと利益が出ない上、時間も常に取られてしまうから。ただし組織化すれば半自動で売り上げを上げられるようになるので、やり方次第。5、YouTuber、エンタメ系とかで広告収入を得ようと思っても単価が低いし、制作に永遠に時間を取られてしまうから。ただし、自社商品を販売すれば、投稿頻度が少なくても動画のクオリティさえ高ければ利益が出るのでおすすめ。という話でした。概要欄から登録できるこちらの公式 LINE では、毎日朝5時から21時まで会社に縛られ続ける会社員生活から脱出し、1日1時間労働で年間6000万円以上の売り上げ上げ続ける僕が、稼げない 90% の思考を脱出して稼げる上位 10% の
人材になるための本質を伝えるがっつり稼げるノウハウまで丸出しにした1時間20分のこちらの動画セミナーを無料でプレゼントし、さらに他にも豪華無料コンテンツを計4時間分期間限定で無料配布しています。まだ初心者でよくわからない、何から始めればいいのかな、難しそうだな、でも一生働き続ける人生は嫌だ、会社で働くストレスから解放されたい、自由な場所で好きな時間に働く生活を手に入れたいというあなたは、配布停止してしまう前に動画の下の概要欄から登録して学んでください。そして他にもこのチャンネルではストレス社会で働く毎日うんざりしているあなた、家族や恋人との時間を増やしたいあなたに向けて、働く時間を減らして収入をアップさせる自動化をできるだけ分かりやすく一生懸命教えています。時間や場所にとらわれず好きな人たちと過ごしながら自由な人生を送る方法が知りたい方は、動画を見逃さないためにもぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークもタップをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。